皆さんこんにちは。スノーボードハーフパイプでは世界の一の実力を持っている平野歩夢選手、そんな平野歩夢選手にはまさかの逮捕の噂があるようです。それでは今回は平野歩夢選手の逮捕や整形の噂、結婚や年収などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは平野歩夢選手のプロフィールです。氏名は平野歩夢、生年月日1998年11月29日、出身地新潟県村上市、身長165センチメートル、最年少オリンピックメダリストとして話題となっていた平野歩夢選手、そんなハーフパイプのエースである彼に逮捕の噂があったようです。結論から言って彼には全く関係のない話題でしたが、低年齢での活躍する人の多いハーフパイプの世界で大麻を使用した若手選手の中の一人と間違えられたことが平野歩夢選手の逮捕の噂となってしまったのです。ハーフパイプがこの近年人気競技になってはいますが、言っても平野歩夢選手らの活躍があって認知されだしたウィンタースポーツの一種とも言えます。そんな中で彼が当時最年少金メダリストであるということで、認知度が他の若手選手より高かったことが逮捕の噂となる理由になったようですね。この事件は全日本スキー連盟の強化指定選手内で逮捕が出たことがことの発端となりました。大麻を使用した選手は平野歩夢選手同様若手選手で、アメリカのコロラド州で遠征中に大麻を使用したことが後で発覚したのです。正直サッカーや野球ほどのメジャー競技ではないので、スノーボーダー若手選手と聞いただけで日本では平野歩夢の名前が有名なだけに一人歩きしてしまったようですね。この騒動の後、結局平野歩夢選手の無実は証明されました。このように話題となりましたが、基本その強化指定選手としてアメリカ合宿に彼は参加さえしてなかったのです。この競技での第一人者的な有名人であることから大麻疑惑の標的になってしまったようですね。実際大麻を利用していたのは調べたところ門野裕樹選手と稲村啓太さんで間違いないようです。週刊誌やワイドショーでも報道されていたようです。門野さんもかなり注目されていた選手なだけに、この大麻がきっかけでもうジエンドって感じですね。平野歩夢選手も大迷惑ですよね。また平野歩夢選手といえば15歳くらいから顔が変わったと評判ですよね。急激に顔が変わったのかなと思ったら、平野歩夢選手の目が二重に鼻筋も変化したことが話題になっています。このことが整形の噂の原因のようです。今は若い男の子も整形する時代ですし、ほぼ整形かなと思ったりもしましたが、調べてみたら成長によっての変化ではという意見も結構ありました。じっくり見てみましたが、目も自然な奥にえだし、鼻筋も自然かなと思うので、実際美容整形ではないかもしれませんね。ちょっと痩せたりしたりでも、これくらいのにえならはっきりする場合がありますからね。スノボーとスケボーの二刀流に挑み、若者から絶大な人気を誇っている平野歩夢選手ですが、そろそろ結婚が秒読みに入っているのではと話題になっています。結婚と聞くと一体どんな彼女と付き合っているのか気になりますよね。平野歩夢選手の結婚が噂になったのは2020年の11月頃です。日本海から冷たい風が吹きつける新潟県村上市の実家に出入りする平野歩夢選手の彼女が目撃されました。ある週刊誌によると、平野歩夢選手は22歳の誕生日を家族と迎えており、2人はまるで長年連れ添った夫婦のようだというのです。実家で祝う誕生日って本当に近しい家族しか集まりますよね。そこに来ている時点で家族公認、さらにすでに長年連れ添ったような風格ってきっと結婚間近で間違いないですね。ではそんなゴール間近の彼女は一体どんな女性なのでしょうか。平野歩夢選手の彼女は1歳年上の美女ということでした。ちょうど2014年のソチオリンピックで15歳にして初の銀メダルを獲得した時に、1歳年上の高校生の彼女がいると地元の友人に打ち明けていました。それから7年間以上2人はひっそりと交際を続け、愛を育んでいたというわけです。また週刊誌によると、平野歩夢選手の彼女は吉高由里子にの超美人のようです。長い髪と颯爽と歩く姿が似ているそうです。さてそんな平野歩夢選手の彼女はどんな仕事をしているのでしょうか。平野歩夢選手の彼女は専門学校を卒業し、介護施設向けに給食を作る調理師さんです。同じ職場で働く同僚からは、人によって態度を変えない表裏のない素敵な人です。平野くんと付き合えるのは羨ましいけど、 A さんが完璧すぎて嫉妬する気持ちも起きません。
と話していました。素敵な女性ですよね。二人の交際を知るはおしなべてお似合いのカップルだと太鼓判を押すくらいだそうです。しかし平野歩夢選手の彼女とネット上ですでに噂になっている渡辺未来さんという女性がいました。そのきっかけになったのが2015年に投稿されたツイッターでした。さらに3年後にまた同じ方からのツイッターが更新され、渡辺未来ちゃんっていう年上彼女いるんだよと、ピョンチャン五輪平野歩夢のハッシュタグをつけて投稿していました。これって匂わせっぽいですよね。ひょっとしてご本人なのでしょうか。2015年といえば2014年の冬季ソチオリンピックの翌年、それから2018年といえばちょうど冬季ピョンチャンオリンピックの年なんです。果たしてこのツイッターは偶然なのでしょうか。さてそんな彼女との結婚について平野歩夢選手はどう思っているのでしょうか。実は平野歩夢選手は結婚に対して今のところあまり前向きではないようです。平野歩夢選手をよく知る友人は、平野はまだ結婚は考えていないんじゃないかな、スノボとスケボーに夢中で、それどころじゃないですよ。実際平野は地元の練習場で連日6時間以上もハードな練習を続けていたと語っていました。また平野歩夢選手の結婚についてファンはどう感じているのでしょうか。 SNS には平野歩夢くんの彼女は渡辺未来さんらしい、歩夢くん神だったのに平岡拓くんの方が良くなってきたなどの声もあり、やはり彼女のいないことを望んでいるようですね。最後に平野歩夢選手の年収を調べてみました。平野歩夢選手は2014年にソチオリンピック、2018年にピョンチャンオリンピックと2大会連続で銀メダルを獲得しています。さらに北京オリンピックでは日本人初の金メダルも獲得するなど前人未到の偉業を成し遂げられています。他にも2018年に開催された X ゲームズアスペン2018で優勝、2021年にスノーボードの大会として3年ぶりに出場した国際スキー連盟公認大会でも優勝を飾っています。輝かしい実績を見ても平野歩夢選手が世界屈指のアスリートであることは間違いなく、スノーボーダーとしてかなりの年収を稼いでいるのは間違いないと思います。ちなみにスノーボード界の神様と呼ばれるショーン・ホワイトさんの年収は約10億円とも言われていました。2014年に ESPN が発表したアクションスポーツ選手の長者番付でもショーン・ホワイトさんは約9億円で2位につけています。もちろん平野歩夢選手の名前はないのですが、2014年は平野歩夢さんがピョンチャンオリンピックで銀メダルを獲得した年になります。そのためこの年はさらに名前が売れたことでスポンサーに名乗り出る企業も続出したのではないでしょうか。この年の長者番付で最下位に位置するスノーボーダーのトラビス・ライスさんの年収も1億円を超えていますので、オリンピックの銀メダリストである平野歩夢選手の年収はそれよりも高いことが考えられます。またショーン・ホワイトさんを抑えて1位に輝いているスケートボードの神様トニー・ホークさんは年収12億円を超えていました。平野歩夢選手は東京オリンピックでスケートボードの代表として出場されますので、活躍をすればさらに収入が増えることも考えられます。ちなみに同じく東京オリンピックにサーフィンの日本代表として出場する五十嵐カノアさんの年収は2億超えとも言われています。スノーボードの世界でトップとして活躍する平野歩夢選手が五十嵐カノアさんと同じように2億円ぐらいは稼いでいても不思議ではないと思います。いかがだったでしょうか。今回は平野歩夢選手の逮捕や整形の噂、結婚や年収などについて紹介していきました。今後も平野歩夢選手の活躍に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。